title, Vision with You. Rehabilitation. Let's jump in. Fear, fun. How to learn low vision, iPhone. Braille. PC skill. Cooking. White cane, use eyes. Grow up. With you. Journey. Are you ready? 訓練7日目です。8日です。よし、頑張ろう。今日は訓練8日目でした。8回目ですね。まあ、まずお昼、お昼ご飯が、なんていうかね、サワラの煮付けかなんか。サワラで、真ん中にサワラがボンって乗ってて、なんか、付け合わせに、ほうれん草かなんかと、あと、かぼちゃがありました。で、それから、芋？何芋？里芋？里芋の、なんか、あえたものと、なんか、里芋の料理と、あと、ご飯。里芋の料理が、左側にあって、で、ご飯が、その下ぐらいにあって、でお茶が里芋の、右側、まあ、真ん中ぐらいにあってで、一番右側の上に、お吸い物がありました。なんか豆腐が入ってた気しますね。なんかそんな感じのお昼ご飯で、1時間目1個目が今日はなんかね宝くじの日らしいんですけど、なんか宝っていう字とくじっていう字もなんかちょっとうんって感じやったから、なんか宝っていう字もくじ運のくじっていう字もちょっと今一つやったから、今日はなんか運勢とかの運っていう字、運動とかそういう字の運っていう字を使って、漢字を作るっていうのをやりました。例えば運勢、さっき言った運勢とか運転とか運搬とか、あとは、あと、運転、あと、開運。開運2つあるんですけどね。開運と、あとは、何やったかな。まあ、そんな感じ。もっといっぱいあるんですけど、運指って言って、指。運動の運に指っていう字書いたりとか、まあ、いろいろ、ありますかね。あとはまあ五分運をとかの五分運っていう感じをまあその説明していくんですよ。どういう形の感じかっていう運勢とかも形の説明をしていきます。土書いてルー書いて説明をしていきます。で1個目まあそんな感じで、2つ目が前もやってたしりとり、漢字しりとりやって、例えば日直の直と、あと日曜日の日と何やったかな、なんかね漢字のしりとりみたいなをやりました。なんか言ってくれる人がこうなんか漢字を 5つぐらい言ってくれるんですけど、一番最初の始まりの字と真ん中に何個かあって、で一番後ろの字を言って、全部漢字を言って、でそれをまあパズルみたいにしてこう組み合わせて、まあ、単語を作っていくっていうクイズ形式の問題をやりました。前と一緒ですね。で、まあその次が点字で、点字のクラスは、まあ、私はあ行からだいたい最後の和音まで終わったので、まあ一連のやつ、あ行か行、あかさたなはまやらはとかあるじゃないですか。あれのあ行をあの列、いの列、うの列、えの列、おの列みたいな感じで、それぞれこうか行やったらかきくけことかの
例えば「あ」やったら「あ」のグループ、「い」やったら「い」のグループ、「い」「き」「し」みたいな感じで、こう、なんて言うんですか、そういうのの字の塊を、ら行から、ら行、ら行、ラリルレロとかのら行までやりました。まあ、ちょいちょい和音が出てきたり、や行が出てきたりして、それと、プラス、今までやったら、あ行、ますあけ、ますあけって空白、次、い、みたいな、とか、な行、ますあけ、きとか、そういう感じで、なんか、一個の単語の次は空白やったんですけど、もう、その次からもう、敷き詰められてるやつ、あいうえおかきくけこみたいなやつを 敷き詰められてない1文字ずつのやつが最初にあって、その次にこう敷き詰まったギュッてコンパクトになったやつを読むっていうのをやってたんですけど、全く分かんなくなりました。なんか1個の単語のはずなんですよ、もう指置いたそこが。やのに、なんかお隣の字やったりとかして、なんかほんまはダメやけど、上下になぞりながらやってました。はい。点字はそんな感じかな。相変わらず、だから確認しながら、3の点、5の点つくやつは何とか、3の点、6の点つくやつは何とか、5の点は何行とか、3の点は何行とか言って、その行を聞きながら、まあ、あいうえおはもう頭に入ってるから、プラスもパズルみたいな感じで、ちょっとヒントをもらいながら、この点が出てるからこれですかみたいな感じで聞きながらやっていきました。ほいで、次は、今日はなんか、まあお昼ご飯終わって、その次がなんかパソコンの使い方だったんですけど、いつものパソコンじゃなくて、なんか Windows 立ち上げて、で PC トーカーっていうやつを習うんですけど、それの使い方のもう最初のやつ、例えば読み上げ速度、PC トーカーはなんか喋るやつのソフトやから、それの調節の仕方と、あとは、まあ、何、そのニュースをどうやって読むかみたいな、エスケープキー押したり、なんか右矢印押したりとか、戻るとき左矢印押したりとか、タブキー使ったりとか、なんかそのキーの名前を、どこですかって聞いて、下から何列目とかみたいな感じで、全盲の先生が教えてくれるんですけど、それが結構面白かったかな。ただ聞き取りにくかったから、ずっとこのグーがスピーカーとしてもずっとこんなんでしたけどね。こうやってスピーカーに近寄りながら、こうパソコン触ってるって。なんか拡大の仕方、縮小の仕方、レベルが何個かあるよって言って、それも調節の仕方を教えてもらいました。なんかファンクションキーって言って、パソコンの上の方に F1 から F10 なんぼみたいな感じであるんですけど、それの、まあ、今回使うやつだけをやりました。なんかその辺はもうね、習った方が早いと思うので、でうちパソコン Windows、自分のじゃないので、まあ、その辺はやりながら、多分ネットにね載ってると思うので、 Windows の、そういう PC トーカーの使ってのパソコンの操作みたいなのは MacBook と違って載ってるので、やってみてください。まあ、MacBook の人はね、ほんまにね、やばいです。ボイスオーバーで使おうと思って買ったけど、もう結構大変です。もう誰も先生みたいなおらへんから、自分でやるしかないから、MacBook 買ってしまった人はもう心して頑張ってください。はい。じゃあ次は、次の時間は、まあそのままパソコンだったんですけど、まあいつものタイピングの授業で、好みのタイプっていうね、まあ4つ目の授業なんですけど、好みのタイプっていう授業じゃないや、好みのタイプっていうのを使って、前までやったら数字と、まあ、ホームポジションとその上とその下ぐらいやったんですけど、今度からまあそれがいい感じにできてきたから、次は3文字、
だからローマ字ひらがな3文字を打ちましょうみたいな好みのタイプの中にそういうのがあるんですけど、それを使って2文字が聞き取りにくいから3文字やりましょうって言って3文字やってたんですけど、もうめちゃくちゃ難しかったです。なんか最終的にはまあ2分59秒とかで、微妙な58秒やったかな、まあ、そんな感じで、まあ打てるようにはなったんですけど、3文字がだいたい2、30問ぐらいかな、やったと、もうちょっと多かったのかな、ちょっと忘れたけど、そのぐらいの問題がパッて出てきて、もちろん音声で出てきて、もうそれをひたすら打つみたいな、もう手がねバグってくるんですよ途中で、何してんのっていう ただなんかちょっとしかは、言ったらあいうえおがベースになってるから、もうあとはなんかね、子音の字打つだけでええのに、もうあたふたしてる あたふたしてて、なすごいやってて楽しかったですね。だからもう慣れしかないなと思って、でもなんかやっていったら最後の方ではうまくいけてたので、まあまあこの調子でやっていけばいいかなとは思います。はい、じゃあ次は今日結構チャカチャカっと言ってますね。5つ目はなしの切り方と向き方です。はい、じゃあなしを切っていきます。まず私が習ったのがこの中心の見つけ方ね、なしの中心の向き方は、まずなんか卵を包む、いただきますのでしてもらって、それをウィーンってこう梨のところに持っていって、で親指の内側と内側が触れる。で爪がだから上側に来てて、こう指同士、親指同士並んでる感じです、横に。で人差し指くっつけてください。なのでまあなんか卵包んでるみたいな感じですね。こうで字す。幕が中央か下なっに表て、示されます。これでまあなしが分かるので、中心が分かるので、これ分かったらこのまま、分かったらこの分かったまんま、そのまま手を固定して置いといて、ほんで包丁をちゃんと果物当てて滑らして切って、でこのままちょっとだけ歯入れる。んであとはグッて下に下ろすと、ちょっとねこの梨ね、あんまり形が良くなくって、こういうふうに、まあ、割とちょっとねずれたけど、ほら見て、ちょっとずれたけど、まあ、わりかしちゃんとまっすぐ行きました。はい でじゃあこれを半分に切るよって、どうやんのって言ったら、半分、さっきと同じ方法で半分測って、こうやって親指つけて、親指を上にして人差し指くっつけて、で上に測って、まあ、上から下に2つやり方やりますね。上から下にこうやって歯当てて切る。やり方ちょっと私これ下手くそやからさ、まだほら見て、ちょっとミスってるけど そう、だからいい感じに切ることができますよってやつで、はい、じゃあ半分、この先2分の1にカットして、ほんで今4分の1にカットしたんですけど、これをさらに切りたいとね、みんなで食べなあかん、大勢おるってなったら、両方端と端持ってください。丸くなってる縦が長い方の端と端で、ザラザラしてる梨の実の上側持って、こう刃を当てます。当てたら、これ当たってるね。当てたらこのままゆっくり下に下ろす。あとはこの両方上から2つ、右左挟んどいて、実挟んどいて、
この中心上に来た時に置いといて、真ん中来ました、まあ、なしとなしの真ん中来ました。ほんなら、まあ、下はちょっとグラグラするから支えて、親指と人差し指とその他の指で支えて、その間に包丁を入れてこう切る形が、割とちょっとミスってあるけど、うん、割と半分に切れる、うん、めっちゃミスってんな、まあいいやで、もう一個の切り方が、背中、あ、だから皮ついてる方を上にしてください。なら皮ついてる方上で、グラグラするから押さえて、このまま、あ、包丁逆ですね、で果物に当てます。で、まあ、まず真ん中がどの辺かを、親指人差し指で押さえといて、これで真ん中測れるから、測ってここに包丁を置く。で、親指切りそうやから、鼻と親指切りそうやから切らんように気をつけて、でちょっとだけ入れて、あと押す。ただ私こっちの方が多分今綺麗にいったけど、見えてる人からしたら多分両方の切り方怖いし、慣れないとやっぱ危ないので、ちゃんと慣れてもらって、あと怪我の責任は負いかねるので、まあ自己責任でやってください。ただ私が習ったのはこの、まあね、側面っていうか、このなしの実の部分をグッて持っといて、支えといて、でゆっくりこう一気に切るんじゃなくて、ゆっくり切るっていう方法を習いました。その時に、まあ手が歯にいかへんように、まあ手で触りながら、全部手で触って確認してやっていきましょう言って習いました。んで、あれですね、芯の取り方は、芯って触ったら硬いとこと、ちょっと 身の柔らかい水含んだとことあるんですけど、この硬いギリギリのとこ、ちょっと前に持っていきます。硬いギリギリのとこに親指まず当ててで、ちょっとだけ、ほんまにちょっと入れます。斜めに中心向かう感じで入れて、で反対もちょっと硬いところ、ギリギリ柔らかいところ、斜めにちょっと入れて、はい、戻します。180度回転、さっきの切り込みがどっかにあるはずやから、まあ、包丁で探ってちょっとずつ入れて、はい、反対で、ちょっとずつ入れて、はい、反対、ちょっとずつ入れて、で、この時手は気をつけてね、はい、反対ってやっていくと、まだかな、ちょっと手でやっちゃったけど、こういう感じで切れます。もう一個やろうか、ちょっと触って、これはあんまりもう芯ないけどな、ちょっとずつ入れてったら自然に芯が、ちょっと私間違ったわ、芯が取れるから、それに任せて取る。もうちょっと浅くてもいいね、ほらちょっと取りすぎた。そんな感じでやっていって、皮はこう持ちます。ギリギリまで包丁ね持って、角当てます。梨の皮の角当てます。今から梨剥きます。怖いなって思ったらもう手をね引く、で引っかかったらなるべく無理やりいかへんようにして、で触りながら、親指が歯より前やけど、まあ、切らへんようにうまいことや
ていく。ちょっともたついてるけどな。こんな感じで、ちょっと切り残しがあるから、そこはもうなんか触って、あ、ここ切れてないなって思ったら取るとかした方がいいかもね。ちゃんとギリギリまで、包丁ギリギリまで持って、で、梨のとこ、葉のとこに、あ、梨の実のとこ当てて、皮のとこ当てて、親指先行、梨ちょっと回すイメージでやったら綺麗にいける。だから入り始めがやっぱり危ないから、まあ、気をつけてやってもらう感じかな。まあ、ちょっと歯に当たるぐらいやったら、まあ、許容範囲内やから、まあ、気にせずやってもらって、あんまり手元見ない。見てもだってわからんやん、皮むいてるとき。ちょかっと、ほんまはね、もう慣れたら多分こんなんささっといけるんですけど、慣れへんうちはやっぱりこうやって丁寧に剥いていかなあかんと思います。ちょっと分厚かった。で、こういうふうに引っかかりにくいときはもう焦らず、最後のとこを気をつけてもらって、ちょっと剃り残しがあんな。切り残しあるけど、もういいか。こう半分もこうやってね、持って、両方親指と人差し指で挟ん で高さ確認して、ここの手首の高さ、さっき言うの忘れてたけど、手首の高さをなるべくまっすぐに沿わせて持ち置きました。なら大体この辺っていうのが分かるじゃないですか。だからで、この時押さえてる指が持ちより前に行かない。で、こう下ろす。ちょっと危ないとは思うけど。で、まあ切っていく。こうやな、ザクっていっても、手は切ってないけど、見てる人多分手切りそうで危ないって思ってるけど、こういうもんなんで、こういうもんなので、まあゆっくりじわじわやっていってもらって、ちょっと梨自体なんか硬いのもあるかな、この梨自体が。で、皮むきのコツは、私もまだ練習中やけど、だから力ずくでいかない。ついね、力ずくでいっちゃうけど、その辺はなんか力ずくでいかへんようにしてもらって、また深すぎた。あ、しかも別のライン切っちゃった。まあ、いっか、食べれたら美味しいし。ちょっと横着した切り方したけど、なんとなくこうね、半分に切ることだってできるし、4分の1もできるし、意外なんでもできるよっていう。あとはね、もうね、こういうなんか、いや、切ったやつとそうじゃないやつの区別さえちゃんとつけとけば大丈夫です。これはどっちかな、これ、あ、でもこれは、うん、これはゴミの方やわ。これは食べれそう。うん、あ、ちょっと硬いですね。硬い梨が、あ、こんな感じで、こんな感じで梨を剥き終わりました。以上です。